い、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は特別授業で節分を勉強したいと思います。はい。もうすぐ節分ですね。まーちゃんとおーちゃんは節分がどんな日か知ってますか？知らない。ちょっと知らない。どんなこと知ってますか？鬼が来て、そうして豆まきして退治する。そうだね。大体合ってる。いろんな由来とか、どうしてこういう風にするのかとか、ウィキペディアで調べたらいろいろ載ってましたので、ちょっとだけ紹介してみます。はい。はい。節分っていうのはね、雑節の一つで、季節の始まり。まーちゃん、季節わかりますか？春、夏、秋、冬。はい。その4つの季節の始まりの日のことを言います。特にね、立春って言って、年の始まりの春になる日、寒い冬から暖かくなるっていうことで大事にされてきたので、今は春になる節分だけを節分っていうようになったのね。今日はね、特別講師の方を呼んでいますので、もう早速来てもらいましょう。はい、じゃあお願いします。おーい。特別講師として来た赤鬼です。よろしくお願いします。おいでよ。食べられないよね。やっぱりね、節分のこと一番分かってるのは鬼さんかなと思ったので、鬼さんに来てもらいました。よろしくお願いします。鬼さん、なんかそこにいるとみんな怖がってるので、こっちの丸太の席に座ってください。はい。節分といえば豆まき。季節の変わり目には邪気、鬼だね、が生じると考えられており、それを追い払うため悪病払いの行事として行われるそうです。じゃあせっかく鬼さんが来てくれてるので、何か聞きたい質問があったらじゃんじゃん質問してください。はい、まーちゃん。節分じゃない時は何してるんですか？なかなかいい質問ですね。節分以外の日は我々鬼はそうですね。バイトしてます。なんでバイトしてんの？お金を稼いでね。もっと立派なオラ側のパンツ買ったり、ギラギラの金棒買ったり。はい、どうぞ。どうして鬼さん豆食べないの？鬼ね、豆ね、大嫌い。あんなの食べたらもう全身の痒くて痛くてアレルギーみたいな感じですか？そうだね、そうそう。人間っていうと豆アレルギー。はい、はい。おじさんは何の乗り物好きですか？乗り物そうか、乗り物は俺乗り物です。どこに住んでるんですか？それはみんなしてるでしょ。鬼ヶ島マンション。鬼ヶ島マンション。はい、質問する子いる？どうぞ。おじさん、なんで変な顔なの？変な顔だよ。みんなこんな感じだよ。むしろイケメンの方だぞ。じゃあ最後におーちゃん、質問。どうして鬼さんズボンとか履いてんの？鬼のパンツ？ほら、かっこいいでしょ。履かなくてもいいかも。履かないと裸になっちゃうじゃん。わー、その歌知らないの？あれのパンツはパンツ強いぞ強いぞ。5年履いても破れない、強いぞ強いぞ。10年履いても、10年履かねえよ。鬼のパンツ履いてみました。鬼のパンツ、いやーえ、なんかさ、こっちの方が大きそうなんだけど、こっちの方が大きいの？こっちの方は大きい。そうなんだ。鬼先生にいろんな質問ができてよかったですね。いろいろ楽しい話が聞きました。はい。今日はですね、特別に鬼先生が差し入れを持ってきてくれてます。今日のおやつタイムは鬼先生からの差し入れを食べましょう。じゃあ鬼先生お願いします。はい、ダジャーン。なんだこりゃ。鬼の金棒。わー、ずいぶん長いね。ビッグな美味しさって書いてある。長いね。なんか白い。何？いい匂いする。すごい。バニラの香りがする。これ何？あ、折れてる。これなんだかわかる？わかんない。食べてみたい。折れとる。この鬼強そう。マシュマロだね。うまいか。すごいでっかいな、このマシュマロ。じゃあふ菓子も食べてみましょう。割れてる、残念。でもすごいでっかいな。そうなの、そうなの。いただきます。周りに黒砂糖で味がついてるの。難しい顔してる。まずいな、なんか。ガブッと。まずい。なんか外側がカリカリせんべいみたい。鬼先生、ふ菓子人気ないです。人間難しいな。おいしい。おいしいって。おいしい？うん。おお。そういうママ先生もあんまりふ菓子好きじゃないんですけど。はい。じゃあ、次は、豆まきの練習をしてみましょう。ここに、豆まき用の豆を用意しました。はい。教室が散らからないように、袋に入ってるタイプにしてみたよ。で、まーちゃん用、おーちゃん用。そしてこれが、的です。こっちは赤鬼、こっちは青鬼だよ。青鬼ってあの、これは違う鬼です。はい、それじゃあ、あの的に向かって、鬼は外、福は内と言いながら、豆を投げてください。よし、じゃあ、まずは、おーちゃんから、当ててみよう。鬼は外。あー、惜しい。鬼は外。惜しい。もっとここ、狙って。鬼は外。あ、いいね。鬼は外、白鬼。鬼は外。福は内。お、当たった？よし、頑張れ頑張れ。よし、おうちゃん、近づいて投げてもいいよ。頑張れ。ありがとう。もっと、思いっきり。おーちゃんすごいな。最後の一発当たるなんて、さすが YouTuber。 はい、じゃあ次はまーちゃん。おいいぞ。おー、当たった。すごいすごい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし、じゃあ次は2人で一緒にやってみよう。はーい、おーい、スタート。の日頃だよ。鬼先生ありがとう。鬼のパンツ歌います。はい。せーの。鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ。強いぞ。5年履いても破れない。強いぞ。強いぞ。10年履いても破れない。強いぞ。強いぞ。100年履いても破れない。強いぞ。強いぞ。箱鬼のパンツ。箱鬼のパンツ。あなたも私もあなたも私もみんなで箱鬼のパンツ。大丈夫大丈夫じゃあ鬼先生にさよならしましょう。鬼先生さよなら。さよなら。さよなら。え、持ってきちゃうの？持ってきちゃうの？いいよ。持ってき。バイバイ。バイバイ。バイト頑張ってね。やばい。あ、くれんの？優しいね。遊びに来てね、鬼ヶ島に。バイバーイ。鬼ヶ島マンションに遊びに来るね。来てね。はあ、疲れた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。